ということで、ドラえもんのですね、今から靴ですね、これを開封していきたいと思います。めちゃくちゃですね、かわいい箱もあの今回のドラえもんの柄、ショッパーと同じ柄なので、もうすごく凝っていてかわいいです。リボンもかわいいから取っておきます。ということで開けていきたいと思います。全然まだあ、中身が出てくるまで結構厳重に保管されてます。これがグッチでね、こういう靴とか買ったことないので、やっぱりさすがですね、高い、ね、ブランド違いますね。一足ずつ丁寧に履いてます。本当にね、ドラえもんのグッチがね出るって聞いた時は欲しくて欲しくて、結局ねこれを買いに行くまで3回も店舗に来ました。行ってね、予約して予約しようと思ったんだけど、最初に行った時は国内に在庫がね全くないって言われて、で再入荷するのが3月2月ぐらいだって言われて、1月に最初行ったんですよ。で2月ぐらいに行ったらまだ入ってなくて、で予約だけできたんで予約して、で今日やっと取りに行ってね、合計3回も店舗に行きました。さあ紹介します。ドラえもんとグッチのスニーカーです。これがめっちゃ可愛いこんな感じです。グッチの定番の柄に横にドラえもんがいて、後ろはこんな感じです。めちゃくちゃ可愛いですね、これこう、これね、こんな感じですごい可愛い。履くのもったいないですね。後ろはこんな感じ。めっちゃ可愛いです。はい。とりあえずこれがスニーカー。次ね、 T シャツ開けたいと思います。これはもう普通に紙に普通紙に包んであります。でもなんかすごいグッチのだからさ、丁寧に開けたいな。紹介いたします。じゃん、これが一つ目です。めっちゃかわいい。これね、プリントじゃないんです、ワッペンなんです。ここが広げるとこんな感じ、すごいかわいいです。これが一つ目。これは色はね、黒とピンクがあったんですけど、黒と悩んで、ピンクはね、小さいサイズがもうすでに1月と2月の、再入荷の時点でもう全くなかったんで、ピンクは諦めて、で、黒と水色だったんですけど、まあ、汚れとか目立つから黒にしようかなと思ったんですが、やっぱりドラえもんといったら水色なので、ドラえもんカラーで買いました。これが1つ目です。で、もう1つ T シャツ買いまして、もう1つ目は、こんな感じ。これさ、ものすごい大きく見えませんか。これ XXS なんですよ。これで女性のものすごい大きい。これより下のサイズがないんで、比較的緩めになんかダボっとした感じで着るように作られているんだと思います。こんな感じ。鈴が可愛いです。でこれは T シャツ2つ合わせて、15万円ぐらいかなだったと思います。で靴が9万円ぐらいです。で、ほんとかわいい。ワンピースも欲しかったんですけど、ワンピースはね、17万ぐらいするのかな。やっぱり靴高いなと思って、まあ、かわいいなと思ってワンピースは諦めました。とりあえずね、 T シャツ2つと、これスニーカーが手に入ったので、ほんと早くね夏に着たいなと思います。トレーナーとかね、パーカーとか他にもバッグとかも着たんですけれども、ちょっとねやっぱり全部は買えないので、とにかく一番欲しかった T シャツ2枚と、靴1足、買いました。夏にね着るのが楽しみ。あとね、この YouTube でも部屋の中だったら半袖で着れるので、 YouTube でもねバンバン着ていきたいなと思っております。ということで今日はドラえもんとグッチのご紹介でした。バイバーイ。はい、ということで、グッチ×ドラえもんの限定のですね、ノベルティ、どら焼きをですね、早速開封して食べていきたいと思います。あのですね、ヒカキンさんも、食べていらっしゃいました。でこんな感じで、ね、す
すごく素敵な箱とリボンがかかっています。ということで開けて、早速開けたいと思います。ということで開封します。こんな感じで、すごい、なんかどら焼きというか、なんか違う、どら焼きなんですかね、これ。高級感のあるどら焼きです。ちょっと出してみたいと思います。あのね、小さい、ものすごい小さいです。こんな感じです。ちっちゃ、なんかね、真ん中に何か入ってるんですよね。これとこれ、早速こっちから食べたいと思います。想像してたどら焼きというよりは、なんかパンケーキっぽい感じのものでした。感じで、こんな感じ、いただきます。うん、うん、なんかね、どら焼きっていうか、あんこだと思ったんですけど、ジャムですね。ジャムが入ってます。うん、分解するとこんな感じで、あんこ入ってるのかな。なんかあんこはちょっと薄く塗ってありました。塗ってあったんですけど、やっぱりなんかジャムなんかパンケーキの味です、完全に。うん、うん、美味しい、めっちゃ。なんかやっぱりね、グッチのどら焼きなだけあって、ものすごくね、上品な味がします。こっちのですね、こっちが何だろう、なんか緑なんですよね。これ大丈夫かな、私ね、ちょっともし野菜っぽい感じだったらちょっと食べれないので、そろそろ一口食べてみたいと思うんですが、なんか緑の、なんだろう、これこんな感じです。ちょっと一口いただきます。あんこなのかな。うん、うん、なんかグリーンティーっぽい感じの、野菜じゃないけど、なんかあのかぼちゃっぽい味がします。うん、すごいね、上品な感じで、なんかどら焼きというよりはパンケーキっていう感じでした。なんかヒカキンさんもね、めっちゃドラえもんグッズ紹介してたし、どら焼きも食べてたんで、ちょっとね、うちではヒカキンさんみたいにいっぱい買えないんですけれどもちょっと3つほどね買ったので紹介させていただきました。ほんとかわいいね、これ、ドラえもんで、これね、しかもね、普通の T シャツじゃなくて、ここワッペンなんですよ。すごい高級感、全部プリントじゃなくて、すごくね、実物は立体感、こうドラえもんがちゃんと浮き上がってるんですよ。ちょっと動画では伝わらないと思うんですけども、本当に可愛いので、ね、この夏、今年の夏いっぱいね来て、この動画でもね、いっぱい登場させようと思っております。ということで、今日はドラえもんとグッチの紹介でした。じゃあねー。